してたらおかしいし、身は引きし、うん、引き締まったよね。そうですね、筋が通ったとふわ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 しなくなったよね。確かに結婚や結婚やっていうよりかしっかりしなくちゃっていう感じだったね。そうですね、こうやっぱこう神様の前やからこそこうちゃんと礼儀があるっていうのを改めてこうちゃんと教えていただけたので、そういう意味でこうしっかりこう気張ってといいますか、そういうのはできたなと思いますね。なんか神秘的なものもなんかちょっと感じ取ったよねその好きやもんね。なんか泣きそうになってたもんね。なんか分からへんけど。ああそうやな、うん、なんか分からへんけど。よかったねあれ。よかった。意味とか聞くとやっぱちょっとちゃいますもんね、うんうん、この動作に何の意味があるとか。そうですね、そうそうそう。あ、これはちょっと神様に今こうしてるんやな、うん、はい、うん、っていうことを。そうですそうです。神社での作法って正直分からなかったので、それを事前にこうやってくださいっていうのをこう別日で先にこう事前準備みたいな感じで教えていただいてたので、なんかこう当日、まあ、さすがに不安はあるはあるんですけど、うん、多分こう一般でいきなり行ったっていう人よりかはこう不安なくちゃんとできたので、そういったところは良かったなと思いますね。すごい教えてもらってね、1から10まで全部ここで教えてもらって、榊っていう言葉も多分分からへんかと思う、はい、なんか葉っぱやなって。榊をこう回すとかもどっちで回すとか、それとかこうなんですかね、お酒見切り飲む時の持ち方みたいなみたいな、全然知らなかったですし、普通に持ってたと思うし、飲む時にこうどうやったら綺麗に釣るかとか、そのところまで教えていただけたので、こう集中できたのは多分事前に教えてもらってたからやとは思ってますね。あれノート終わるんじゃないかぐらいでいっぱい書いて杯の持ち方とか、それはなんか神様いい動向みたいな説明とかいろいろしてくださって、ほとんど喋るの男性じゃないですか。もう女性はこうすっているだけなので大役。逆にやっぱなかったら対応できてました。いや多分無理ですよ。作法っていうんですかね、やり方。そうこう神様の方にこう向けてこうやるとかゆっくり、自分が思ってる以上にかなりゆっくりのスピードで読むとかいうのも意識しながらやってもらったけど、めっちゃ早かったけど、誓いの言葉のその聖詞を、まあ読みますよっていうのもそれは知りましたし、その聖詞を事前に神社に電話をして全取り寄せて練習することもできますよっていうのを教えていただいたんで、あ、そんなことできるんやと思って、でじゃあもう事前に取り寄せて練習させてもらって、やっぱりそれをしてよかったのが、やっぱ本番は振り仮名も何も振ってなかったんですよ。でその状態で多分聖詞を読むって結構厳しいかなと思って、僕が読まなきゃいけなかったんで、うん、そうですね、ちゃんと練習しといてよかったなっていう、うん、まあその講義の中でもそのなんでこういうことをするのかっていう意味まで教えていただいたので、まあすごいやってる時にもなんかピリッとした気持ちというか、なんか、まあ、神様に対してこういうことをしているんだなとかいうのをやりながら思いながら、まあ式を挙げてたのもすごい良かったですね。名前も最後2人で言うなんて私も知らなかったですし、ね、そういうのも教えていただいたので、うん、まあ、神前式したいという割にはそういうところ無知だったなと思って、そう思うとね、意味を考えて式を挙げることができたかなと思ってますね、うん。